株式会社ノエビアは、兵庫県神戸市中央区港東,東中町に本社を置く、日本の化粧品メーカーである。2011年より、持ち株会社体制への移行により現在は、ノエビアホールディングスの完全子会社である。創業者で現会長の大倉博士が、1964年には、西ドイツバーデンバーデン市より、薬草化粧品の輸入販売を開始した。 後に株式会社へと改祖し、1978年に、ノエビアに、社名変更、同ブランド化粧品の製造販売を開始した。訪問販売や、通信販売を主たる販売経路としており、デパート等への出店はしていない。一般向けトップブランドにあたる、ノエビア505は、化粧水、乳液、クリームの3点で6万円である。なお、 グループ会社の時和薬品工業が所有する、サナが低価格商品群を担っているため、10代など若い女性向け低価格商品群は存在していない。滋賀県東大見市や北海道マシケ町などに植物研究拠点を置く。マシケのパイロットファームは東京ドーム150個分の敷地面積を持つ。2002年には栄養補助食品メーカーの時和薬品工業を 参加に収めた。2011年3月に上場廃止をし、株式移転により、ノエビアホールディングスの完全子会社となり、ブランドロゴも変更した。1987年から11年間続いた、コスメティックルネッサンスシリーズでは、鶴田一郎の美人がイラストに、1988年にはヒット曲を、 ハードロック調にアレンジしたものを CM ソングとして使用していた。以下のリストで印がついている曲はコスメティックルネッサンスのエビア CM ヒッツとして2003年2月にドリームミュージックから発売された。なお、収録曲はいずれも後期のものであり、初期の音源は CM 部分の前後のみが収録されただけでフルコーラスの音源は存在していない。 これは CD 発売を意識してフルコーラスで収録され出したのが1992年以降であるため。ただし松崎茂るのグッドバイマイラブはフルコーラスで制作されシングル CD も発売されたがコンピレーション CD への収録は見送られている。その他コスメティックルネッサンスシリーズ以外の同社の CM には航空機が幾度も登場しているが これは前述のように、創業当時同社がアメリカからの航空機器用品を取り扱っていたことに橋を発するものである。同社が高級化粧品を中心に取り扱っていることから、ビジネスジェットの女性基調の仕事ぶりを映した CM が多く、特に女性基調に焦点を当てた CM は、働く女性は美しいとのナレーションが最後に添えられていた。 これらの CM で使われた楽曲の一部は、Born to Love You のエビア CM Hits、インターナショナルとして2003年に EMI、Music Japan から発売されている。など。また過去には、銀座にある、東京本社のショーウィンドウに、航空機のエンジンが飾られていた時期や、CM にブルーインパルスが出演していた時期がある。なお CM 中に登場する飛行機のうち、 ガルフストリーム G550 については、グランドウェアハウス社所有のガルフストリーム V などを使用している。木曜劇場のスポンサーを2007年9月末で交番し、それ以降2022年1月現在まで、テレビにおける提供番組はない。なし。ありがとうございます。